多いですね、この薬の量。なんせ42日分ですからね。ああ、こんなに飲まないといけないんですね。ただこれを飲んでいれば安心ということです。え、でもこれを飲んでいても流産した方いっぱいいらっしゃるんですよね。そうらしいです。でも、まあ、気は持ちようです。これを飲めば助かると思えばいいんです。なるほど、前向きに行きましょう。はい。なんかグレープフルーツジュースは避けてくださいって書いてありますね。はい。お師匠様グレープフルーツジュース大好きですよね。はい。まあでも、いいです、飲まなくても。え？果物のグレープフルーツは食べてもいいそうです。なるほど。なんでグレープフルーツジュースがダメなんですか？なんか聞いた話によると、グレープフルーツの皮に含まれている成分がダメらしいです。なんで、グレープフルーツの果物の実だけは食べてもいいそうです。なるほど。じゃああんまり皮はかじらないようにしないといけませんね、お師匠様。お師匠様はもう皮の方までぎっしりとも実を根こそぎ食べますからね。そうなんですよ。実だけをね、食べようと思います。はぁ、あ。でも、ほんとこれ、保険効かないんですよね。そうなんですよ。自費なんですよ。なるほど。お師匠。はい。一応記録のためにどれだけ腹ができるかを、記録を残しましょう。はい。では、皆さん覚悟してみてください。はい。じゃん。え？お師匠。はい。もう、何ですか？何ヶ月も経ってるんですか？これは。いえ、経っていません。私、もともと腹が出てまして。お師匠様の出る！はい。腹がもともと出てますんで、まあ、これでどこまで追いつくかっていう話ですよね。ああ、こういう時出るってあれですね。わかりにくいんで、まあ、得をすることもありますね。私、最後まで隠したいタイプなんで、なんせ2回も流産してますんでね、誰にも言いませんよ。なるほど。ということで、私、上から110、110、110。ああ、スリーサイズが上から下まで変わらないってことですね。そうなんです。私、110、110、110なんで、全然ね、まだ、8週、2ヶ月なんですけど、ちっとも、あれですね、追いつきそうです。6ヶ月ぐらいまで。なるほど。ゆうすけが来ましたね。はい。ゆうすけくん、寝てたんじゃないんですか？寝てたんじゃないんですか？起きたの？ゆうすけくんが起きたみたいです。ゆうすけくん、起きましたか？寝てたのに起きちゃったの？お師匠がうるさくするからですよ。ブラウンさんがうるさいからですよ。いや、お師匠のせいですよ。ブラウンさんです。お師匠です。ねえ、ミュウスケ、どっち？ミュウスケは答えてくれませんね。ミュウスケ、キャーン！眠そうですね。ゆうすけ、そこで寝てな。じゃあね。うまいです。めっちゃうまいです、これ。ご飯と合いそう。ご飯炊いちゃおう、やっぱり。ご飯ないとこれは厳しいですね。うまっ！できましたー。ご飯とお好み焼きと、ナスの煮浸しと、手羽先でーす。イエイイエーイ。何、ミュウスケくん。ミュウスケくんはこっちですよ。はい、ミュウスケくん。はい、こっちで食べててね。さよなら。おはようございます。ブラウンです。寝起きドッキリです。ブラウンさん、何やってるんですか？あ、申し訳ございません。お師匠様の朝ごはんはいつもこんな感じです。パンにサラダ、そしてバナナ、ヤクルトにプリン。で、ミルクティー。まあ、こんな感じですね、いつも。そうです。お師匠様は、別に気持ち悪いつわりとかもないんですよね。そうなんです。全くないんですよ。あ、また来ました。いつも食べようとすると、こうやってミュウスケが、来るんですよ。おい、ミュウスケ、邪魔するな、お師匠様の朝食の。おい、なんで邪魔するんや。
ということで、お師匠様は何でも食べるんですね。そうです。ああ。ゆうすけはもう食べただろ。いや、食べたはずや。もう食べたやろ。パン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 、聞けよパンパン。あ、ゆうすけが持ってきた。ほら、ゆうすけ、ゆうすけサラダなんて食べれるもんないのに。ゆうすけサラダ食べれんでしょ。ゆうすけバナナ食べるの。ほら、バナナ食べるのか。ゆうすけ君バナナ食べるんですか。ほら、食べれるもんないじゃん。ゆうすけ君食べれるもんないのにこんなん登ってきちゃうの。何、バナナ食べるの。ゆうすけ君食べるもん何にもないじゃん。どうも。また来た。ゆうすけくんバナナなんて食べれないのに。何、また来ちゃったの。ゆうすけくん何、サラダなんて食べれるの。ゆうすけくんサラダ食べれるの。ねえ、何、ゆうすけくんこんな野菜だよ、食べれるの。食べれんでしょ。来ても食べるもんないんだよ。ゆうすけくん何、トースト食べれるの。ゆうすけくんトースト食べれるの。まずい。何、今行きなさい。食べれるもんないんだよ、ゆうすけくん。わかった。わかったらしい。何してるんですか、ゆうすけくん。ゆうすけくん、ゆうすけくんがソファーの中に潜ろうとします。私の手をもぐら叩きみたいに叩いてきますね。ゆうすけくんがソファーの中に潜り込もうとするんですよ。ゆうすけくん、ゆうすけくんはこの段ボールの切れ端が大好き。こういう軽いものが好きみたいですね、ゆうすけくんは。このゆうすけくん、これをですね、動くから、簡単に動くから虫だと勘違いしてるんですね、ゆうすけくん。で、カミカミする。ゆうすけくんってほんと何でもおもちゃにしてくれるんで助かります。ただすぐ飽きますけどね。でもこの無料のおもちゃは結構使えますね、この段ボールの切れ端。ゆうすけくん、もしこれが、このソファーにカバーがかかってなかったらと思うとヒヤヒヤしちゃう。カバーがかかってるから、ゆうすけくんがこのソファーの上で爪を研いだりとかボロッボロにすることができるんですけど、これが本当の本当のソファーにされてると思ったらもうソファーボロッボロですよ。本当ゆうすけくんってはもうすっごいね、暴れん坊将軍なんです。ディ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 、何その体勢、何かを始めようとしてる。ゆうすけくん一回ね、このなんかリングの何、端っこのとこからジャンプして相手を攻めるんですよ。なんかプロレスみたいに上からね行くんですよ、上から。ゆうすけくんは岡田和親に憧れてるんで、やっぱそういうところはありますね。ゆうすけくん、こわっ、もう爪を、もうこれさ、ほんとカバーがついてなかったらと思うとヒヤッとする、この瞬間。ヒヤッ、あ、いった。ゆうすけくん、あ、しまった、寝てたのに起こしちゃった。